テプラプロ SR636 テプラは株式会社キングジムが製造販売するラベルプリンターで同社の登録商標である1988年に販売開始テプラプロ SR2201986 年から1988年にかけて当時ブラザー工業の社員だった酒井隆と結城英二が中心に開発 ブラザー工業は当時ミシンを主力としており、事務機器の販路を持たなかったため、キングジムに OEM 供給して発売されることになった経緯がある。後に、ブラザー工業も同様のラベルライター P、P タッチを発売する。ラミネートタイプのラベルライターの基本特許は、ブラザー工業が保有している。ブラザー工業では、この特許をめぐって、 発明対価の保証に対する訴訟も起きている。キングジムが現在発売している手、プラ、プロシリーズは、ラミネートタイプではなく、OEM での製造元はエプソンになっている手、プラの語源は、テープライターの略であり、タイムギリセポルテーブルラピドフェックスという意味もある。なお、発売前には、ニョロニョロ、ハリテーナ、ハルベー、名付け親、 いいなずけ等も商品名の候補に上がっていた。日本国内においてはオフィスから一般家庭まで非常に幅広いシェアを獲得しており、ラベルライターというジャンルにおいてはテプララベルと言えるほどの認知度である。一方で乱用されているという批判もあり、デザインされた製品や建物等にテプラ等を貼り付けることはデザインの敗北と呼ばれている。 1993年には100万台、1995年には200万台、2003年には500万台の累計販売台数を記録している。2018年9月には1000万台を超え、同年10月29日から11月4日に東京、北青山で30周年記念を兼ねた期間限定店、テプラカフェを開設した。テプラは、 ラミネートラベルを使用する TR シリーズとノンラミネートラベルを使用するプロシリーズとに対別されるが TR シリーズはすべて生産を終了しているラベルはそれぞれ専用のカートリッジに入っており別のシリーズ用のカートリッジは使用することができないラミネートラベルに印刷するシリーズ1988年に世界初の漢字ラベルライターとして発売した TR55 をはじめ多くの機能を提供したシリーズであった。発売当初はダイヤル入力式であったが、1992年にジスキーボードを搭載した TR66 からは現在では一般的なキーボード形式になった。ラベル幅は6ト、mm、ル9ト、mm、ル、1 2ト、mm、ル1 8ト、mm、ルの4種類あった。また、カラーラベルのほか。 アイロン転写テープ、透明テープなどの種類があった。2000年発売の TR-07T、TR-08 を最後に、全機種の生産が終了した。なお、2014年には、テプラの発売25周年を記念して、初代テプラ TR-55 の復刻モデルが発売されたが、使用するカートリッジは、プロシリーズ用に変更され、機種名も SR-55 となっている。 ノンラミネートラベルを採用したシリーズ。ノンラミネートラベルは、ラミネートラベルに比べ3割ほどコストダウンするため、TR ラベルよりもカートリッジ価格が安価である。ただし対応ラベルの幅が広くなれば本体価格は高価になる。プロと名乗っているが、基本的には家庭向けも意識しており、家電量販店で数多く取り揃えてある。文字の入力方式は発売当初から、 あるジスキーボード入力のほか、金めくり方式、キーボードを持たない PC 接続専用機がある。ラベル幅は4、mm、4mm、6mm、9mm 12、12mm 18、18mm 24、24mm 36、36mm の7種類。カラーラベル、白ラベル、アイロン圧着式、ラベル、アイロン転写テープ、マグネットラベル、柄ラ,ラベルなど種類が豊富である。 4mm は、機器の対応する幅が、6mm と表記してあっても、利用可能であるがそのまま利用すると若干はみ出るため、設定が必要な場合がある。9mm、12mm、18mm には、ラベルをラミネートするためのラベルラミネーターがあり、TR ラベルのようにすることも可能である。また、講述する、展示印刷用、DL ラベルカートリッジは、 利面上部が角形の専用設計のため SR6700D 以外では使用できない。ラベル幅は1 2ミリ2 4トルがある。すべて生産終了。2018年1月19日、キングジムは類似したロゴを用いた商品を製造、販売した会社を商標権侵害に当たるとして東京地方裁判所にて提訴した。ありがとうございます。